大逆転裁判ダイジェスト劇場その1。くそ、なんで僕がこんな目に。そこまでだ、もう逃がしませんぞ。なるほど、龍之介。一体僕が何をしたというんですか。あなたを生かしておくわけにはいかない。でも僕はただのしがない弁護士ですよ。問答無用、あなたを弁護士とは認めません。ひどい夢だった。もしかしてあの蓄音機の音楽のせいか。やれやれ、やっと見つけたよ。危ないところだったぜ。悪く思わないでくれたまえよ、弁護士君。頭がズキズキする。それになんだか霞がかかったような。おはよう相棒。おはようございます。なんだ貴様、そのふぬけた顔は。一日の刑は朝にこそあり、気合を入れろ。誰だろうこの妙に暑苦しい赤鉢巻きの男は。さて、あまり時間もないことだし、早速始めるとしようか。始めるって何を。いかに寝ぼけ眼の貴様といえど、まさか忘れたわけではあるまい。来る8月3日ついに新たな物語の幕が上がることを。8月3日。それに先駆け我々で振り返ろうというわけだ。貴様が弁護士として辿ってきた冒険の軌跡をな。弁護士だってどういうことだろう。だって僕は誰なんだ。何も思い出せない。ちょっと待ってくれ。うむ、まさに衝撃的な幕開けだったな。僕はこんな人を殺した覚えなんてない。当たり前だ、貴様はこの後無罪判決を勝ち取ったではないか。そうなのか。いやいや、そうじゃなくて、そもそもこんな光景全く見覚えがないんだ。これってやっぱり記憶喪失ってやつだよな。やれやれ、どうやら貴様未だに夢から覚めきれていないようだな。それではその眠気すら吹き飛ぶ強烈な一幕を披露してやろう。はい。
ちょっと待ってくれ。僕が殺人犯で、弁護士が僕で。うむ、まさに驚天動地の申し立てだったな。しかもあの目、露骨に、いっそすがすがしいまでに。実は僕がやったのですって面構えじゃないか。貴様の潔白を確信していた俺もさすがに判断しかねたものだ。この男の口を塞ぐべきなのか、目を潰すべきなのかとな。耳を貸してやってくれよ。これがいわゆる僕だというのか。めまいがしてきた。ともあれ、あの威勢の良い第一声が全ての物語の始まりとなったのだ。波乱と共に動き始めたこの裁判、終わってみれば俺たちにとって忘れられぬ思い出となったわけだな。忘れられぬね。なんだその目は。え、いや、その、これを尋ねるとえらいことになりそうだけど、悪いんだけどさ、どなたでしたっけ、あなた。どうやら僕記憶喪失ってやつのようで。いいだろう。え、親友の名前一つ思い出せぬその生倉頭、我が名刀カルマの斬撃をもって根性ごと叩き直してくれる。ちょっと待ってくれ。問答無用。僕の名前はなるほど龍之介、そして妙に暑苦しいこの男は大親友の麻生木一馬。ぼんやりと思い出せたことはこの二つの記憶だけだった。誰か教えてくれ、これは一体何の冗談なんだ。しかしそれはあらゆる意味で何の冗談でもなかった。第1話、大いなる旅立ちの冒険。この続きは大逆転裁判本編にてお楽しみいただきたい。さらに大逆転裁判 1&2 限定版ならば2作楽しめてお買い得とのことだ。8月3日が待ち遠しいな。なるほど。